ジョージ・エルマ・パタキはアメリカ合衆国の政治家。元ニューヨーク州知事。ハンガリー系、アイルランド系、イタリア系を祖先に持つ。妻のエリザベス・パタキとの間に4人の子供を設けた。1945年6月24日にニューヨーク州ピークスキルに誕生した。1967年にイェール大学を卒業し、1970年には コロンビア大学コロンビアロースクールを修了した。州知事に選出される以前の10年間はニューヨーク州の行政に携わり、1981年から1984年の間にピークスキル市長を務めた。ニューヨーク州知事発当選は1994年で、共和党とニューヨークフリーダム党とニューヨーク州保守党の支持を受け民主党の現職である。 マリオ・クオモを破り当選した。その時の副知事候補は、ベッツェ・マッコウイロスだったが、パタキの事務所で議論を呼んだ。1998年、メアリー・ドナヒオ副知事として、民主党候補、ピーター・バローネが33%に対し、54%の支持を受けて再選した。2002年に、アフリカ系の民主党候補、カール・マッコール、無所属候補、 トーマス・ゴリサノに対し49%の支持を受けて再選した。2005年7月27日に2006年のニューヨーク州知事選挙への不出馬を表明した。当初2008年にアメリカ合衆国大統領選挙に向けた運動を開始するとみられたが、当選する可能性が低く断念し、2007年9月より国際連合総会でアメリカ代表を務める。 2015年5月28日に2016年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明。同年12月29日、共和党の候補者指名争いから撤退することを発表した。州知事時代には産業振興に力を入れ、オールバニにナノテクノロジーの一大研究開発拠点であるテックバレーを設立した。 ニューヨーク州立大学オールバニ校を中心にナノテクノロジーの研究に特化した研究機関であるカレッジオブナンスケールサイエンスエンジニアリングが設立され数々のベンチャー企業が設立され東京エレクトロン等各国の企業が研究開発拠点を構える彼のナノテクノロジー振興政策は 公認の民主党知事に交代後も踏襲され、地域振興の成功例として、ビジネススクールでのケーススタディとしても用いられる。ありがとうございます。